こんばんは、皆さん。なんか新しいギフトが出てる。春って感じがしますね。今日外出た時にさ、わペンギンありがとう、ケンケンさんありがとうございます。外出た時に春の日差しになってて、でもさ、春ってまだ全然風冷たくて寒いんだよね。でも冬ではないって感じがする。今日の広島は晴れてました。春かとか春菜っていう名前かわいい。春生まれじゃなくても 春か春菜とかの名前がよかったな。12月生まれでも春がよかった。こんばんは皆さん。今日はね、びっくりしたでしょう、ニュース見て、 STU のニュース見て 私もびっくりしました。私も今日知ったんですよ。お母さんが移籍するということで、KLP48 に行くそうです。ちょっと STE を去る先輩が多すぎてついていけない。もう私はなんか髪型すごいことになってる 私はね、聞かれてないです。みんないなくなっちゃう。ああ、自分から行きたいって言ったんだ。そうなんだ。でもなんかな、
顔やばかったと思う今。この顔やばい。この顔、なんかこのレンズ。てか先輩が一気にいなくなりすぎて、なんか急にバトンタッチされた感がすごいあって、焦る何も持ってない何も準備できてないって感じ。そんなパンちゃんもおらんくなるしさ、4月にはなんか状況がすごいこの数ヶ月で一気にわーって変わっていってるので、何も準備してないよっていうことが多いですね。うん、旅立ち今別れの時飛び立とう、未来信じて弾む若いうんふんふんこの広いこの広い大空にトントントン、うん、いやね、誰しもありますよ、その決断する瞬間、次のステップに進むタイミング、もう十分かなって思う、決断する時がね、誰にも来るし、永遠っていうものがねあるわけではないです、この世の中。だって人は生まれたからには死んでいくし、必ず人は死ぬんですよ。だから始まりがあることは絶対終わりがあって、それは当たり前のことなんですけれども、はい、ではね、それを受け止めて次に何をするかっていうのが大事なことで、始まりが終わりがあれば始まります終わりあれば始まります、始まりが待っているという合図ですので、うん、ね、悲しいのはもちろんだし、不安なことはもちろんなんですけど、ずっとそう言ってられないのも現実で、実際ねやれることをね、うん、次のことを見据えて、ね、やらなきゃいけないんだ、そうなんだ、
そうなんだ。東大だからだ。白い光の中に山並みは燃えて、だんだんだん、てれてて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 、ててててててて、てりりりりりりり、空に心震わせ、自由をかける鳥よ、振り返ることもせず、勇気を翼に込めて、希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、てんてんでれんでれん、てれれんてれん、てんてんてれん。これはアルトの方ですね。ソプラノじゃなくて、私はアルトを歌ってたので、アルトがもう身にし染みついてる。てん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 。でもなんかね、ココアさんとね、前ね、話した時にね、なんかうっすらね、なんだったっけ、なんかね、なんて言ってたっけ、あれは気のせいか、なんか、違うかな、ココアさんじゃないかな、海外に行きたいみたいな的な雰囲気のことを言ってたような気がするんだけど、ココアさんじゃないかな、あれ誰だ。なんか移籍したいとかじゃないんですけど、なんかその海外に対して前向きな気持ちを持ってるんだなって思ったことがなんかちょっとだけあったんですよね。でもまさかと思ってたんですけど、てかそれがココアさんなのかどうかがちょっと、なんかさ、人の発言ってさ、すごい私すぐあ、こういうことを考えてるんだろうなってちょっと分かったりするんですよ。なんかいろんなそのな世間の流れというか、例えばその選ぶ言葉とかで、あーこれは嫌いなんだな、あーこれには結構好き度が伝わってくるなみたいな。なんかその言葉の端々にさ、なんかその隠されたメッセージみたいなものを結構ね読み取れる方なんですよ私。人と話してたらそこはね鈍感じゃない自信ある。そう結構ね、あのね、伊達に
転校してきたわけじゃないから、そういう観察力と察知力だけは身について結構わかるんだよね。そうそうなんですよ。だから私があの日はああじゃないかな、多分あれすると思うよ、あのお仕事が来ると思う、あの会話の流れ的にって言ったら結構そのお仕事がドンピシャでやってきたりするんですよだからね、割とね嗅覚は鋭い方だと思う、うん、空気を読むとか割とね、人の話結構単語とか話の流れとか聞いて、あなるほどなるほどって結構空気の流れとかもわりかし分かる方なんですよね。はい、割と察する力はある方だと思います。うん、だからなんだろう、あこの人多分今からこういうことするなって思う、例えば怪しい人とかもね、あ怪しいこと、あなんかしてるなってちょっとピンときてちょっと離れようとか、なんかそういう危機管理能力は割とそういうところでは生かされてます、あの普段生きててあちょっとこの人やなんか危ないぞって思ったらヒュッて離れたりするとか、日常ではそういうことに役立ててます。防犯の話とかには なるんだけど、なんですかね、なんか子供の頃から本当に悪知恵は働くって言われてきたし割と勘は鋭い方なんですよね。なんだろうね、比較的緩和するどういう方だと思ってますそう悪事は働くって言われて、うん、だからねファンの皆さんの動向っていうとちょっとあれなんですけど、あなんか多分こういうタイプの子を押すんだろうなとか、あ今こっちにはまってるなとかっていうのは割とわかるけど、でもそこに私が首を突っ込むとちょっと良くないと思うのでそこにはもうあえて触れないようにしてたりします。私は何も言わないよ、黙ってるけどねうん、する能力高すぎて、学生の時はちょっとしんどかったけど、でも仕事に関しては割とねいい意味で生かされてるかなって思います。いや本当にね意識しなかったらスイッチオフだったら全く覚えてないんですよ何も。でもスイッチオンになった瞬間結構あの人さっき信号待ちでいたよなとか
かね、観察しようって思ったらめっちゃ観察欲はキュイーンってキュイーン、観察モードスタートみたいな感じで鋭くなります何も考えてないように見せかけて、うん、そうです。だからね、結構ね人狼とか得意なんですよね。人狼で、あ、今の発言はとかあ、今の表情とかで、ね、結構ね見抜ける方だと思う。でもね、私ね人狼した時にね、あ、分かんないなって思ったことがあって、それがあのユミリンさんだったんですよ。ちょっとユミリンさんの表情が全然読み取れなくって結構難かった。ユミリンさんと人狼した時、うん、そうなんですよでもね、ユミリンさんはね本当にあのね、その場の空気を読むっていうのがめちゃくちゃ上手い人だったんですよ。その時の流れに合わせてその立ち振る舞いをされる、なんかこうされてるなーって思ってたので、だから多分読み取りづらかったんだろうなって思う。才能だと思う じゃあ10時になったら終わろうかなと思います。10時になった？まだ？ん？あと4分か。いや私ね本当にね何回も転校した時あって、本当にあの観察力だけはあの無駄に備わってるので
もし私を観察力で雇いたい方はここにおりますので、はい、観察力で雇いたい方はぜひ愛子島で。お任せあれ。この人の気持ちがわからないんだっていうのがあれば、私がその方の発言を聞いて、ですね、この方はこう思われてますよおそらく、はいって言って読み解いて差し上げます。なのでそういった読み取り力、そして観察力などなどお求めの方はぜひ愛子島でどうぞ。はい、結構ね当ててきてるから大丈夫実績あり実績ありです、はいぜひこの人の気持ちがわからないっていう時はね、会話をね、過去の会話とかをね持ってきていただければね、はい、わかるので、もし何か相談事があれば、はい、私が読み解きます。じゃあランキング読んで終わります。前髪が邪魔すぎる。13位グーさん、12位アッチュさん、11位アオさん、10位ズーミンさん、9位ソリオさん、8位デサイズハートさん、7位ウミガメさん、6位ヒゲメガネさん、5位クジマスさん、4位ヘリアンさん、3位あっ私の私のTシャツが大画面で映った。どこまで行ったっけ。13位あっちさん、12位あおさん、11位ズーミンさん、10位ソリオさん、9位キノコ赤パパさん、8位ヒゲメガネさん、7位クジマスさん、6位ヘリアンさん、5位ジャボテンさん、4位ウミガメさん、3位デサイズハートさん、2位ハイキーさん、1位はキンキンさんでした。危ない。それでは皆さん、おやすみなさーい。